square's not the shape I design or your day. So move on to some of the broad, cause I've just seen something bad walk through the door.小学校の時からやってました。小
2,3 年からやってましたね。基本的にはもうゴール下が得意ですよ。たまーに友達とやるんですけど、今日ちょっと調子悪いですね。あっ、楽しい。でも疲れた。なんかトレーニングと違うから、あの筋トレとかと難しいっすね。難しいっていうか、体力落ちたなって思った。今日はやって全神経をボールに集中させて、集中力の問題ですから。買い物に行きたいと思います。ちょっとね、久しぶりなんでちょっと楽しみですね。ここなんですよ、ここ。ありますね。シャツもいいな。シャツ欲しいなと思うんですよね。かっけえな。なんかおすすめのシャツとかってないですか？おすすめシャツ。はい。茶色のシャツ。おお。いいですね。茶色好きなんですよね、俺。あ、そうですか。この中に着てもらったり、そうですね、着ても、はい、指紋の模様になってるんですよ。ほんとだ。これ何曜日かって分かるやつですか？曜日が分かるんですか、この時計？そうですね、はい。すごいですよ。すげえ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 。これどこだ？
これ無地ですかね。こういうね、何気に無地のこういうシャツもすごい好きなんですよ。やっぱシンプルなのがいいですよ。すいません、あのちょっといろいろと試着していいですかね。はい、どうぞ。このジャケットを試着させてもらっていいですか。はい、どうぞ。これってあれ、これリバーシブルなんですか。これってもしかして。すごいよ、すごいよ。すげえ、なんかどっちもいける。そうですね、かっこいい。ここは取り外しができますので。あ、そうなんですか。はい、ちょっと出てる。グリッドとか見せて。最近ちょっとジャケットがすごい欲しいんですよ。はい、これ黒だったら何でも合いそうですよね。袖、ね、はい、もちょっと短めですね。ですよね。ちょっと大人っぽくないですか。そうですね。そうですね、最近は大人っぽいのが、はい、はい、ちょっと挑戦してるんですよ。どう、欲しいんですけど。いいな、じゃあジャケットいいな、ジャケットとこれ。欲しい欲しい欲しい。ちょっと寄ってもいいですかね。大丈夫ですか。じゃあ持ってますよ。ショート2つ。こんなでかくないですね。そうね、こんぐらいですね。色はね、白。今年は行けなかったから、で、車の免許も持ってるんで、はい、もう結構前に撮りましたね。なので、うん、ちょっとね、行こうかなと思って。ショートの方がなんかいろんな技っていうか技みたいなのができるんで、ロングの方がこう、ね、こう ゆったりとした感じですよね。そうですね、普通に滑るって感じで。なんかね、この前ね、その撮影でロング、うん、そう一回だけ乗らせていただいたんだけど、重い。重いですよね、ロング。重いですよね。なんかこっち面白そうですね。そうですね、
個人的にはどっちが？個人的にはスナップの方が。じゃあこれで。はい、じゃあこれお願いします。ありがとうございます。こちらが4000円。はい、ファックスは。あ、いいんですか？はい、いいですよ。あ、ありがとうございます。あ、ですね。あ、ありがとうございます。好きなもの。うん、じゃあこれで。これを、はい、お願いします。ありがとうございます。お前です。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。この前です。頑張ってください。あ、ありがとうございます。またよろしくお願いします。失礼します。さあ、お腹すきましたね。お、すげえ固まってる。That makes your heart surrender all of the fears I have deep inside, faded away, and let me have a new life. Hi.ボコなだけにロコボコフーみたいな。いただきます。いただきます。多分ね、そろそろね、汗すごい出てくると思います。
ましょう。こうやって自分を見たりする人が多いんですよ。ちょ、レッグやりますか。俺の一番太く意図するこのレッグプレス。触られるのが嬉しいかもしれない。すごい。毎日触られるように頑張って。あれこれちょっと今日はね堂々と歩けるわ。とりあえずですね、皆さんに。自分の好きなもの、5つ紹介したいと思います。 Do you understand? OK? うん、あ、すいません。じゃあとりあえずですね、 My favorite things 5、 じゃあまずね紹介したいと思います。今からいきますけど、スケートボード、普通のスケートボールじゃないんですよ。ロングなんですよ。見てみて、かっこいいでしょ。これはね、二十歳の誕生日の記念にいただいたんですけれども、速いんですよね、これ。よく回るでしょ。ちょっと汚れちゃったけどね。毎日乗ってますよ。はい、じゃあ次行きましょうか。CD、これなんですよね。メガレーダースの、ウィークエンドパーティーですね。極上のメガミックスです。これはね、皆さんぜひ買って聴いてください。すごいかっこいいんでね。次はですね、シューズ、知ってる人も、またかよっていう人もいると思うんですけど、知らない人のためにちょっとね紹介したいと思います。自分は、このエアフォースっていうシューズがすごい好きなんですよ。もともとシューズ自体すごい好きで、中学の
頃からですね集めてまして、30足以上、はい、押し入れの中に眠ってます。続いてはそうですね、はい、アクセサリー、アクセですね。そうそうそう、これも毎日身につけてるもんなんですけど、これと、あ、あとこれ、キーホルダーですか。この2つはね、またこれも二十歳の誕生日の記念にいただいたものです。毎日身につけてます。じゃあ、最後行ってみましょうか。ですね、最後になりましたけど、はい、ボニータ。ボニータっていうのはですね、うちの犬です。はい、うちのかわいいかわいい犬ですね。ちょっと今ボニータはお休み中ですけど、ポラロイドで我慢してください。はい、ボニータとはですね、もう3年ぐらいの付き合いかな。まあ、なんだろうな、メスなんですけど、自分にとってはまあ彼女みたいな感じですかね。まあどこかでお見かけしたら声かけてくださいね。よし、おはようございます。今日はちょっと朝早いですけど、ボニータと一緒に仕事行きたいと思いますね。ボニー、おはよう。はい、見えるかな、駒沢大学に着いたんですよ。おい、今日ね、ボードで来たんですよ。こんな感じ。ロングで。これ密着。あぶあぶあぶ。あれ、これ。じゃあそろそろ先輩風呂でも入りますか。おうおう、ここは風呂っすよ。ボニー、あ、よし、あ、全部決めて。はい、ちょっときれいにしないとね、まずいですから。こいつは結構おとなしいんですよ、本当に。あ、だだ、来いよ。どうした？
感じ。こいつはね、散歩連れてっても外じゃこう、まあ汚い話、しょんべんしたりしないんですよ。どこかちょっと人間らしいところがあるんですよね。家でしかしないっていう、なんか、やだったね。もうね、大変なんですよ、拭くときが濡れちゃうんだよね、逆に俺が、もうね、上がった後はね、すぐどっか行っちゃうで、そこらへん濡らしちゃうから、まあ、ついていていけ、おい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 、はい、これから料理をしたいと思います。今日はカルボナーラとサラダです。じゃあまずね、サラダを作りましょうか。洗いますね、まずは。あんま包丁はうまくないんですよ、慣れてないのちょっと汚いですから、ちょっとね、遅いような気もするけど、くっついちゃってんじゃん。すごいボリュームですね、これ。いや、これは絶対ね、うまい。まあ、そうでしょう。ちょうどね、お湯も沸いたことだし、麺を茹でますか。間に、ですね、ソースを作りたいと思います。作りますか。
これを入れるんですよ。チーズをもうちょっと入れましょう。止めましょう。雑ですけどね。で、麺を加えます。ほら。ですよ。はい、うまそうでしょ。これは絶対うまい。あ、でもじゃあいただきます。カルボナーラをね、黄身をこうやって混ぜるんですよ。君がねっつって。うまそう。いただきます。とも言えないですね、これは。うまい。うまい。これ、ね、うまいしか言わないけどね。本当にうまい。うん。
あのこの紐なしっていうところがすごいでしょ。うん、うん、小麦がいいよ。必ずもうここら辺にいるんですよね。たまに踏んじゃうっていう、うん、なんか犬の方が個人的には好きですね。可愛らしいし、猫も可愛いんですけど、なんか逃げられそうで怖いんですよね。はい、はい、What's up? モコミチっていうのは、モコミチのモコは外国の言葉でまっすぐとか一筋とか、そういうストレート的な意味があって、で道をつけてモコ道、うちの親父がつけてくれましたね。多分ねスペインとかそっちの方の単語っていうか、そういうローカル的な言葉だと思うんですよね。結構名前で覚えてくれる人が多い。休みの日はそうですね、ボニータと散歩したりとか、はい、CDJ で遊んだりとか。音楽すごい好きですよ。特にね洋楽、あと映画見たり、あとは友達と、うん、飯食いに行くぐらいですかね。のんびり過ごしますね。よし来た。よしよしよし。うん。うまい。頑張れ。頑張れ。大切にしてるものはその出会いもそうですし、友達との関係や、うん、仕事の人、あと家族。うん、人との関係ですね、をすごく大切に自分の中ではしてる。あんまりストレスっていうものを感じないかもしれないですね。うん、なんか、うん、その現場にいることがもうすごい楽しくて、人のそのお芝居を見てるとすごい学べるところがたくさんあるし、やっぱりその役に対しての、うん、なんだろう、考え方とか前とは、うん、随分違ってきたなっていうのはすごい感じますね。役作りとかはすごい、うん、悩みますね。なんか1日2日ぐらい考え込んじゃうんですよ。どう演じたらいいのかなとか、どうすれば、うん、こういう役に見えるかなとか、まあ分かんないことがあったらその監督とかに相談してたりはするんですけど、すごい悩む、考えて考えてって感じ、うん、だけどね、なんかドラマの撮影期間中とか、なんかプライベートとかでもたまにこうその役になってる時があるみたいなんですよ、うん、そうだから多分自分の中ではこう意識してるんでしょうね、すごい。
400のモノクロでいいよ、次。じゃあもうガーンとか見ろかな。そうだね。はい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 。はい。Thank you.